モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠にな。詰まるところ失うのが怖いんじゃ。